俺はゲン、中堅清掃会社の技術部に所属している社員だ。取れる取れるぞ、根こそぎ取れる。小学生の頃から掃除の時間にこだわりを持って挑んできた俺にとってこの会社は天職だった。クククおい、そのクレヨン汚れ食器洗い洗剤で落ちるぜ。マジかよゲン、すげー。戻りました。モナシャさんのビル3階の壁とうとう汚れ落ちたぞ。おかえりゲン、もしかして開発部の新作スポンジ？そうそう、あれほんとやばい。ぷぷー、清掃スタッフなんて底辺仕事。お前らがそうやって職にありつけてるのは俺たち営業が仕事取ってきてるおかげだろ。自分の手柄みたいにドヤ顔で帰ってきて見苦しいっての。はあ、エンジさん、そんな言い方。おお、怖い怖い。いいよ、ほっとけ。だっていつもいつも私たち技術部を下に見て腹立つ。あいつだって俺たち技術部の清掃スタッフありきじゃないと仕事取ってこれないんだからさ。そうだけどさ、俺は俺の気の済むように汚れを殲滅するだけだよ。掃除バカなんだから。そんなある日、同期の鉄が結婚した。見てくれよ、うちの可愛い新妻わさびよ。毎日見せられてるんだよな。お前らも早くいい相手見つけろよな。マリハラやめてください。くっそ、何でもハラスメントにされちまう世の中だぜ。でもゲンは結婚考えてる人とかいないの？相手がいないしな。でも鉄見てるとちょっといいなとは思うよ。ほん。しかしこんな俺にも転機がやってきた。今日から経理部に配属になります、クロハです。よろしくお願いします。かわいい。中途入社のクロハに一目惚れしてしまったのだ。わかりやすいやつ。彼女、地上に舞い降りた天使かな。これはチャンスだぞ。誰かが声かける前に行け行け。鉄の後押しもあり、俺は翌日にはクロハを食事に誘うことにしたのだが。いいですよ。え、現実？やだゲンさんたら。なんだかトントン拍子に食事の約束を取り付けてしまった俺は、今まで掃除にかけてきた気遣いを全力でクロハさんに向けて頑張った。食べれないものとかないですか？帰り暗くなってしまうので最寄り駅まで送りますんで。ありがとう。ゲンさん優しいのね。はばー。こうして幾度かのデートを重ね、俺たちは正式に付き合うこととなった。今日は風が強いな。クロハ寒くないか？うん、大丈夫。こういう普通の人と一緒になれば私も幸せになれるのかな。お？ねえ、私と結婚してくれますか？結婚したら私のこと幸せにしてくれますか？うん、もちろんです。絶対にあなたを幸せにすると誓います。一軒家だって買います。ゲンさんたら。そんなわけで婚約しました。ここ 1,2 ヶ月で進みすぎじゃね。え、清掃一辺倒のお前がな。そんなスピード結婚で大丈夫なの？クロハが結婚しようって言ってくれたんだよ。俺嬉しくて泣いちゃって。そっか。あ、結婚式のこととかもあるし、俺ちょっと上司に報告行ってくるな。そしてついに俺とクロハは結婚し、マイホームも即購入した。美しいクロハ、笑顔の可愛いクロハ。おはようからお休みまでクロハと共に過ごせる幸せを俺は日々かみしめていた。あ、お前も奥さんの手作り弁当？まあな。温かい家庭を築き、仕事にもますます力が入っていた。しかし入籍してから2週間後、たった2週間後に異変は訪れた。今日も遅くなるのか？友達と約束があるの。ご飯先に食べてて。クロハが突然よそよそしくなった。外出が増え、平日も友達付き合いがあるといい、遅い時間に帰ってくる。外泊も多い。絶対に何かがおかしい。それが発覚したのはある休日のことだった。夜出歩いてるから昼起きてられないんだ。ん？クロハ通知が。は？ホテル？待ち合わせ？これってまさか。翌日。いや待て、判断が早すぎる。そもそもエンジだって既婚者のはず。そんないくらなんでも浮気なんて。ベタな展開。はい、浮気ですよね。ただいま。遅かったんだな。女友達に呼び出されてカラオケ行ってたの。へえ、そうなんだ。俺はてっきりエンジとホテル行って浮気してんのかと思ってたけど。え、なんなんだ。お前とエンジのメッセージ画面もスクショしてるぞ。はあ、人のスマホ勝手に見たの？最低。
画面開いたままのんきに昼寝してっからだろうが。人のライン覗き見た上に尾行までしたなんて最低よ。人間としてどうかしてるわよ。終わってる。話の趣旨をずらすな。知らない知らない、最低。おい、閉じこもるな。話をしろよ黒羽。その日いくら声をかけても黒羽は部屋から出てこなかった。翌日、バレちゃった。はあ、お前何、お前会社に告発しようってのか。やめといた方がいいと思うけどね。なんだと、そんなことしたら黒羽の立場はどうなる。俺は営業トップのエースで、お前は一技術部の清掃スタッフ。会社への貢献度的にも誰がお前の言うことを信じるんだよ。実力主義の社長のことだ。俺の味方をするのは明白だろうよ。でも新婚で新妻を寝取られましたって申告でもすんの、恥ずかしい。まあ、そもそも俺なら自分の嫁を他の男に寝取らせたりしねえけどね。なんで黒羽、あいつら畜生。はあ、どうしちゃったのゲン。そこは何も汚れてないよ。しかも自社ビルだよここ。最近飯食ってるとこも見てないぞ。お前大丈夫かよ。ビー、うわー、わかったわかった、会議室で話聞くからな。泣かないでよ。はぁ、浮気。俺怖かったんだ。エンジの言う通り、誰も俺の言うこと信じてくれなかったらって。そしたら誰にも相談できなくなって。だけどあいつらずっとホテルとかで会ってるっぽいし。バカ野郎、信じないわけないだろ。俺たち同期で親友だろうが。ずそうだよ。それに確かに社長は実力主義の人だけど、誠実な社員を見捨てるほど冷たい人ではないよ。そら、待ってて、秘書部で面識あるし、私が社長に掛け合ってみる。親友コケにされて黙ってられっかよ。俺もエンジについて聞き回ってくるわ。お前ら二人の協力もあり、俺は社長との面談にこぎつけたのだった。話は聞いたわ。ほら、つえ。私のような一技術スタッフより営業部エースのエンジの方が会社の役に立っていることは承知しています。我々の市場を会社に相談するのも、厚かわしいことも重々。関係ないわ。え、確かにエンジ君は我が社営業部のエースだけど、あなただって技術部のエースなのよ。清掃技術や接客態度でお客様から感謝のお声をたくさんいただいてるわ。うわ、でも大事なのはエースだとかそういうことじゃないの。私は誠実に働いてくれている社員を大切にしたい、それだけのこと。それに一生懸命働いてくれているあなたがこんなにやつれて倒れたりしたら、うちだって大打撃だわ。社長。というわけで、こちら我が社顧問弁護士の富士さん。こんにちは。とことんやっちゃいましょう。費用は会社で持つから。えー、いいのよ。不倫するやつらなんて跡形もなく撲滅しましょう。社長、過去に浮気関係で何か。こうして俺は様々な人の力を借りて浮気の証拠集めを進めることとなった。本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。集まった理由なんて説明するまでもないと思うけど、まあ始めようや。我々は仲介人と弁護士と社長です。なんだよこの一方的な空間は。そもそも一方的に浮気してたのはお前らだろ。なんですって。ちなみにですが、あなた方がホテルに入っていくところ10回以上にわたって写真と動画に収めていますからね。ゲンさんが被った心的外傷も日記として記録してもらってます。なあ、あと給湯室でこういう会話しない方がいいと思うな。ねえ、奥さんといつ別れてくれるの。お前だってすぐに離婚するのは社会的に良くないだろ。はい、ではここでサプライズ、エンジ君の奥さんのご入室です。まずはひざまずけや。ひざめ！あんたこれ何度目よ。次やったら離婚つったわよね。うわぁ、見せないでくれひざめ。なぁ、何度目って何よそれ。あんたがなかなか離婚しないから私はゲンと結婚したんじゃない。結婚してもあんたが望んだからまた復縁だってしたのに、他にも女がいたっていうの。うるせぇな。お前の低層ゆるゆるのせいだろうがよ。俺の
満たしたかっただけでしょ。あんたがちょっかいかけてこなかったら私は不倫しないでゲンと幸せに暮らせてたんじゃない。あ、いやそれはちょっと断りっていうか、本命って言われても寒気が走るっていうか。はあ、なんでだよ。いや逆になんでいけると思った。本当に好きなのはゲンだけだな。あ、俺は別に好きじゃないです。ギャーギャーうるさいわね。ね、処分読み上げていい？地獄絵図。揉めに揉めたが、俺と久米さんはなんとか無事に離婚が成立した。部署移動と数日の謹慎を言い渡された二人だったが、会社に居づらくなったのか間もなく退職していった。彼らのその後だが、うまく職にありつけていないということだけは俺の耳にも入ってきていて。あんたが取引先の女にも手出してたせいで悪評広まってんじゃない。広めたのはヒサメだよ。俺は悪くね。一時一緒に暮らしていたみたいだが、すぐ破局したらしい。俺見た目で人を判断してたのかな。黒羽の美しさに目がくらんで、肝心の人間性をよく見てなかったのかも。元気出せよゲン。俺も結婚自慢とかしちまったし、焦らせたんだったら悪かったよ。俺たちまだ30代前半だし、これからだろ。慰謝料入ったんだろ。パーッと飲み行こうぜ。そうだよ。それに私たち今回頑張ったんだし、美味しいとこ連れて行ってよ。お前らしょうがねえな。あら、私もお邪魔しようかしら。社長。確かに今回俺自身も反省すべき点がたくさんあったかもしれない。でもこんなにも仲間と上司に恵まれていたことに気づけた。人の中身をもっともっと見れるような人間になれるよ。技術も心も磨いていきたい。よし、とことん飲むぞ。